はい、ではちょっと質問いただいてたみたいなので、読み上げつつお答えさせていただきます。僕の施術の、トリートメントですねに関しての質問なんですが、僕は基本的に、シャンプー台で、さっきのピンクだったり、ミント系の、流すときは、カラーシャンプーですね、カラーシャンプー普通に使って、でその後のトリートメントは、普通の皆さんが営業中多分使われている、お店で使っているトリートメント台をつけているだけですね。他に例えばトリートメント頼まれればすること多いんですけど、基本的にはあまり、ケミカル的なトリートメントはやらずに、そのまま普通に、シャンプーした後のトリートメントをつけて流して、ミルクとオイルをつけて乾かして、あのぐらいの質感に持っていってます。なのであまりこうケミカル的なことをやると、意外と僕の感触だと、なんていうんですかね、ケラチンをこう入れるとか、まあ、そういうトリートメント最近結構すごいいいものをあの紹介してくださるんですけど、なんとなくそのなんていうんですかね、まあ、色の体色が読めにくかったりとかするので、まあ、なるべくそういうケミカル的なものをやらずして髪の毛をの状態をいい状態にキープするっていうのをそもそも意識してやってますね。はい、で次の質問いかせていただきます。あ、忘れてた、1個。ブリーチオンから延期エアタッチまでで営業中どのくらい目安時間と料金ですか。じゃあモデルさん、あの施術で何時間でいくらか教えてだいたい。そうですね、まあ、あのワンブリーチでって考えたら、だいたい3時間半から4時間ぐらいですね。で延期も入れてあげたりすると、でなるべくやっぱりこう営業のことを考えると、今日みたいなエアタッチである施術っていうのはどっちかというと使ったり使わなかったりです。正直言うと、吐くことも多いです。でそれはさっきホワイトボードでも言ってた吐いてやり方ですね。で、まあ、それをやるってなるとやっぱりちょっと多少時間はいただいたりはしますけど、大体まあ4時間目安、4時間、そうですね、3時間半から4時間ですかね。はい。で料金、料金に関しては、2万2000円、ちょっと計算していいですか。でも大体3万5000円ぐらい、そうですね、カラーだけで言ったら3万ちょっとぐらいですかね。 あれぐらいだったら、はい。なんか、はい、なんか静かです。そうなんですよ、空気感がなんかそうヘアキャンプさんいつもこんな感じなんで空気感がそうですね。多分質問 Q&A 系だとこうなるよね。今日使用されたカラーシャンプーは何ですか。僕は、基本的にカラーシャンプー、ブロンドと、ホワイト系を仕上げるときは、ソマルカです。ソマルカのパープル、これなんでいいかっていうと、違うシャンプーだとどうしてもそのカラーシャンプーの色が出てしまうというか、何ていうんですかね、こう色が変わってしまう。せっかく染めたものに対してカラーシャンプーで色を崩してしまうってことが、結構多いんで、まあ、あくまでもその流れにくくしたりとか、その色から染めた色をキープするっていうことを重視したいんで、ソマルカのパープルをおすすめしてるし、自分たちも使ってます。でピンク系に関しては、カラタスシャンプーの PK で、これは理由は薄いからですね。これも、他のものもいろいろ試したんですけど、やっぱり、その染めたものを邪魔しないというか、自分が選定して流してそれをいい感じにこうしてくれるのかなっていうイメージがあるんで、そうですね、基本的にその2つですね。坂井さんどうですか。カラーシャンプーですか。カラーシャンプー基本的にあんま使わないですね。あ、シャンプーだけですか。基本的に使わないにしてます。 あんまり普通のシャンプー、普通のシャンプーっていうかのあれですね、あ、そうだ、さ、タマリスから出てるシャンプーコンディショナーですね。めちゃくちゃサラサラになるんですよ。マジっすか。なんですごい質感が好きなんで、どっちかというと質感メインで
シャンプーだけですごいサラサラになるし、コンディショナーもなんかもう本当にシステムトリートメントした後みたいな感じになりやすいんで、その質感が気に入ってやってますね。もう僕基本的にここぞ、もう本当にあんまりカラーシャンプー使わないです、うん、もうそのままそのままで上がってきてほしいって感じで。ああ、まあそうですよね、はい。まあでもお客さんに勧めるのは何シャンプーですか？カラーシャンプーですか？カラーシャンプー、え、売ってますよね多分お店で。売ってますね。あのそうですね、僕は軽視を使う。ああ、全部それ。そうなんだよ、なんかあんまりどうなんだろうなと思って。確かに、うん、なるほど。次の質問ですね。ブリーチリタッチの境目がどうしても白くなってしまいます。これに関しましては、まあある程度しょうがないというか、そのどうしてもつなぎの部分ですね、ジョイントの部分は伸びてしまうんで、それをぴったり塗るってことがまあほぼ不可能なので、まあさっき僕がブリーチしている時に伝えたんですけど、まずその今日やるブリーチの幅次第なんですけど、そのつなぎ目だいたい今日だと、まあ、1センチぐらいだと思うんですけど、そのぐらいは甘くしてる。で次必ず伸びちゃうんで、それで逆に毛先のアンダーにどんどんつないでいくっていうイメージなので、ここを完璧につなぐともう何ですかね、次リタッチできないというか、結構僕も新規で来てくれるお客さん完璧につないでたりとか、根元ツーブリーチ前回しましたっていうパターンの人は、かなり懸念をしながら、アプローチかけますね。本当に塗った時に、前回は良かったけど今回僕がやった時に切れるってことが起こりかねない。でそれを僕がやなんですか、前回の履歴を完璧に知るのは縦の美容師さんがのブリーチワークなので、ちょっと分かりかねるというか、お客さんも素人なので、まあ、なのでその辺はかなりこう完璧につながってる人ほど、で僕がやったことのないお客様ほど、まあ、かなり繊細に、まあ、カウンセリングしたりとか、まあ、前処理したりとかしながら、やらないと本当に毛なくなっちゃうみたいなことになると問題なので、でもやった人の責任みたいになるじゃないですか。そうですね、なのでその辺はやっぱりかなりこうケアしながら繊細な部分だとは思いますね。なので、僕の場合は今回やるところを甘くする、分からないぐらいですけど、今日の仕上がりも、厳密に言うと甘いんですよね、根元なんですけど、絶対分からない、人から見ても分からないし自分も分からないし、でもそれをやることによって常に髪の毛切れないで保てるんだったら絶対それベストだと思うんで、まあ、そういうやり方を通ってますね。はい、坂井さん。全く同じです。全く同じです。同じ。まあ、でも結構情報としてくれ結構流れてると思うんですよね、このやり方って。なんか、そうですね、まあ多分ジャストでつないでた時期って多分昔あったと思うんですよ。あ、そうです。ジャスト時期、根元もで、それが美しいとされてたけど、やっぱ切れることが分かってきたっていうか、うん、最近だと、最近って最近でもないですけど、やっぱそう、ちょっとやっぱそういう次のことも考えてあげるというやり方が、やっぱその人がずっとブリーチをやめないでいれることになるので、やっぱ切れていくとどんどんやっぱ暗くしようとしてくる、お客さんがもうなんか伸ばしたいからとか、ブリーチやめたいんですっていうのを聞いたことはありませんか？いっぱいありますね。はい、それをさせたくないので、しかも自分がそれを作ってしまったなんて言ったら最悪なんで、まあ今後のためにもそれはお客様に僕も伝えてます。そうですよね、一緒ですてな感じです。はい、でもちょっともっと楽しそうに来たよね、うん、ちょっとなんかみんなちょっとなんかみんなちょっとおおとか言ってよ必要、絶対必要。そうだ、おおみたいな必要ですよね。でも眠くなると思う多分これ今アシスタントで今度コンテストがあるんですけど、ウィッグのブリーチをきれいに仕上げる方法ありますか？ウィッグ、ウィッグのブリーチを、でも確かにだから毛が長いってことですよね。きれいに染まりづらいですよね、確かにこう、うん、同じ人の毛じゃないんで。
そうですね、ウィッグのブリーチはかなり難しいかもしれないですね。僕も前、別のやつで自分でホワイトブリーチ動画をウィッグで作ったんですけど、やっぱり上がらない毛もあれば上がる毛もあるし、めちゃめちゃ痛むところもあれば痛まないところもあるって感じなので、まあ、そのウィッグ次第っていうところはあると思うんですけど、大事ですよね、ウィッグ大事ですよね、ウィッグ大事ですね、ウィッグの質感大事ですけど、はい、でも基本的にはやっぱりメーカーさんから推奨されてるやり方、例えばオキシが 6% 2倍設定であれば2倍設定とか、僕あのアシスタントのアシスタントじゃないですね、美容学生の時とかってやっぱ5倍に希釈したりとかすることも前あったんですけど、やっぱり推奨されているやり方が一番正しいし、その何ていうんですかね、自分もこう反省しやすいというか、5倍だったものを4倍にしたらどうなんだ、3倍にしたらどうなんだっていう考え方よりも、推奨されたやり方をやって何ていうんですかね、暗かったんだったらもっと時間を置けばいいしみたいな、そういう反省がしやすい方がいいと思うんで、あまり自分でその辺をいじるんではなくて、そのどうだったかっていう反省が、なんか生きるようにというか、次につながるようなやり方やってた方がいいのかもしれないですね。どうですかその辺は。そうですね。これなんかバッグ白いから、なんかどこになんかすごいとこにいるみたいになってますね。なんかね、精神の時の部屋みたいな感じの。いやでも感覚はそんな感覚ですね、これちょっと。すごいですね。いいですね。なんかレベルアップスを、はい、こうにいたら。皆さん結構質問いただけるんですけど、本当に気になることあれば答えますんで。はい。はい。じゃあ次行きます。お二人は新規のお客さんのダメージ具合によってはブリーチ断ることはありますか？全然ありますね。僕の場合、いいですか、僕からで。断ります。結構断りますね。はい。やらないっていうケース、まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱり読み切れない部分、自分がチャレンジをしなきゃいけなかったりとか、なんていうんですかね、例えば黒染めをしてて明るくしたい、でどのお店に行ってもなかなか思い通りにならないっていう感じだったら、まあ、頑張らせていただくというか、まあ、気の状態にもよるんですけど、まあ、なるべくその方の、まあ、そういう、こう思いとかに応えられるように頑張るんですけど、まあ、どうしてもそのなんていうんですかね、ありますよね、切れちゃうよみたいな、めちゃめちゃ伸びてたりとか、なんかなんていうんですかね、僕なんかベストを出せないというよりか、なんかどういう言い方が正しいのかわからないんですけど、そのなんていうんですかね、まあ髪の毛切れるなとか、まあそういう時はそうですね、もうやらないで、やらないで断るっていうと、もうそこで切るみたいな感じなんですけど、どうやったらその色に持っていけるかっていうのをちゃんと話しますね。で髪の毛を単純に切るのか、まあ何ていうんですか、その2年間は明るくできないとか、そういうの伝えてあげるのか、何ていうんですかね、ただこう今の状態ではできないっていうだけだと、まあ、本人自身も何の解決にもつながってないと思うんで、なるべく、まあ、その人には要望があるけど僕の答えはそれできないっていうだけだと、まあ、その子自身は例えば他のところに行った時に、まあ、また同じこと言われるかもしれないっていう現象が起こるんで、まあ、なるべくそこでそのなぜできないのかっていうのと、いつならできるのかっていうのは僕の中では答えますし、それをちゃんと明確に、まあ、あまり誤差なく、お伝えできるように、まあ、いろいろ自分も勉強してますし、まあ、それなりにたくさんのお客さんやってるんで、まあ、ほぼ間違いないかなっていうことを、まあ、伝えるようには意識してますね。なんで結構断ります。結構っていうか無理なら断るって感じです。はい、無理しないです無理はしないです。はい、って感じです。俺断ってるイメージある？ほとんどないかもしれないですね。いや、やでも履歴悪ければ悪いほど燃えるストイックですね。燃えるですね。でも僕は正直やっぱ生産性も考えると、ワンブリーチ普通にただバーって塗ったの料金と、塗り分けだったりとか、それで
一緒っていうのはちょっと違うかなって僕は思ってるので、うん、あの絶対直すからこれだけかかりますっていうのは僕は伝えます、うん、あの、まあ、その程度によるんですけど技術量みたいな感じですよね。そうですね。でもその後は安くなるから今日はベース作るよとか、あとダメージレスにこうなんだ15レベルぐらいだったとしても結構白まで持っていけること多いです、切れ毛なしに。でそれはあの前処理だったりとかブリーチ、まあでもあれ回数は必要ですよ、ご来店の回数は。もうかなりパワーの低いブリーチを使って最初はまあちょっとベージュでどんどんどんホワイティに仕上げていくという。だからやっぱり一気にやってしまうと毛がやられるんで、あの次回来店の時また弱いブリーチを重ねていくと、だからどん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 残留しないオンカラーですけどやっていくとどん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 揃っていくっていうのは僕の中でありますね。ただ最初からもう毛がもうこうなっててとか、もう中間の方もこう切れてるところがもうすごい見えるとか、そういう感じで明るくしていきたいとかなったら、ちょっと難しいかなっていうのは、まあ切れてもいいならみたいな。まあデザイン変えられるならですよね。そうですね。まあ切れたくないっていう方が多分ほとんどだと思うんで、まあ、髪を良くしてってからやりましょうっていうのは、なぜできないのか話すっていうのは一緒かもしれないですね。ですよね。っていう感じです。っていう感じです。はい。はい。では次行かせていただきます。初ブリーチからスタート塗布後に放置中はアルミ挟んだりしますか？初ブリーチからスタートで塗布後に、アルミは使いますよね。使います。え、放置中放置の仕方ですよね多分このご質問は。ホイールブリーチをするかってことですよね。そうですね、しますよね。僕はそんなしないかもしれないです。あ、もうホイールしない。いや、するときもあります、もちろん。でもしないと半々ぐらいかもしれないです。あ、ですか。じゃあするときは どんなときですか。多分あれですよね、多分思いっきりカンって どういうときですか逆に。あ、僕は全員ホイールです。はい、無視してます。なんか熱をこもらせたくない人もいるんで、やっぱり履歴がやばいと。あ、そうですよね、はい、なのでそういうこ、なんかそういうことが多いからかな。あ、でもバージンからっていうのがあんまないんで。あ、そう、基本的に履歴がちょっとよくわかんない。でも基本的に2ブリーチがあれでしょ。あ、そうですね、多いです、基本でしょ。はい、でも1ブリだったりとか、僕結構ちょっとなんかブリーチの仕方タイプ違うかもしれないですけど、1回ワンブリでちょっと中くらいのパワーの強さをやって、でそこに20分後とかにパワーブリーチをそこにかぶせるようなやり方で、まあ追いブリですよね、押して揃えていくっていうやり方を取りますね。だから大敵さんは本当すげえなって思うのが、履歴よくわかんないのにそれを60分放置できるっていうのが、これ大丈夫なの60分。まあでも時と場合によりますけど、でも勘ですね。いけると思ったら行きますし、さっき酒井さん、先ほどのモデルさんだと、3時間半から4時間ですけど、はい、僕の場合は本当に3時間でほぼ返さないと大変なことに、まあお互いそうだと思うんですけど、はいはいはい、やっぱ4人も5人も掛け持ちながらその細かく選定をしていくとどうしてもこう時間かかってしまうんで、まあダメージとか、まあその紙に対しての最優先のアプローチを考えますけど、それプラスやっぱりタイムをかなり意識しないと、まあ生産性っていう話にもつながりますし、まあより多くのお客様を対応できないっていうことにもつながりますし、なんかやりきれないっていうことも生みたくないので、割とそうですね、本当そのタイム内で何ができるかっていうのを踏まえて、伝えますし、もし長くなるときは何ですかね、本当に待たせることになるんで、そういうのは伝えながらやってますね。なんで、まあ、基本的に
そのね、さっきのアルミの話に戻るんですけど、アルミを挟む理由っていうのはそのパネルに対しての条件をなるべく揃えたいっていう、やっぱネープミドルトップがあって、やっぱどうしてもトップだと重なりがない分、やっぱり何ですか、熱のこもり方が違かったりとか、まあミドルは一番下とあの上からやっぱ毛がかぶってくるんで、まあ熱がすごいグッて、まあ頭の丸みも関係してくると思うんですけど、まあ熱のこもり方が変わってくるんで、まあなるべくその条件を整えたいっていうことでアルミを挟む。なるほど、はい、ことが多い。それでも熱がこもるんで、まあその辺はなるべく防ぎたいなっていう思いで、ホイールブリーチはしますね。なんで次ブリーチするときも、時間を置くって判断したときはホイールで挟みます。ただ5分とか10分で次の履歴にアプローチするっていうなったらホイールを挟まないですね。さすがにホイールにホイールを使う時間も あると思うんで、まあ、その辺は時と場合によって変えるパターンが多いかもしれないですね。なるほどって感じです。大丈夫ですかね。はい、次の質問に行かせていただきます、はい、先日インスタライブでハイライト履歴の方をハイライト部分を分けないでフルブリーチされる話で、ブリーチの使い分けなどを詳しく聞きたいですってことです。酒井さん、はいはい、最近よくやってるのが、あの多分僕のインスタの、ストーリーとかでよく見ると思うんですけど、グリッターボンドっていうものを今使ってまして、それが本当に優秀なプレックス剤でして、それを 5% から 10% 入れてあげると、1剤に対してあの使ってあげると、なんですかね、でも毛がもうピンピンしてるんですよね。マジっすか。でそれはすごいな。あのアクセスフリーっていうのも僕は結構使うんですけど、アクセスフリーを、まあ初速は遅いんですけど、あの時間を置いていくと全然あの、まあ徐々にですけど、まあ、あのリフトはしてって、でもハイライトってやっぱり強いのいけないじゃないですか、一発で避けないかったとしたら。だけどアルミノとかでやったら多分絶対死ぬ、まあ死にますね、死なす勢いだと思うんですけど、あのアクセスフリーとアルミノ1対1で 4.5%2倍、そしてグリッターボンド 5% とかでいくと、前処理もした状態ですけど、前処理した後にそれをやってもハイライトの部分が止まってくれます。でベースのところがオレンジのところが黄色にどんどんなってって、どん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 明るさが整うんですよ。それはすごいですね。白く浮き出ないんですよ。ちゃんとなんか分かんないですけど 18.5 とか19ぐらいで止まってくれてて。へ、何分放置ですかそれ。あ、それはでも30分から40分。いやでもそれはあのパワーによって変えますけど、まあそのハイライトの強度にもよります、元々の。ああもう結構切れてるなとかそういう感じだったらもう無理ですけど、普通に綺麗にハイライトが入っててっていう条件だったら、まあ、TOKIO のインカラミ使わせていただいてます、使わせていただいてるんですけどそれを1番2番あの前処理をした後にドライをしてやってあげると、いや綺麗にいきますね。切れないよね、全然切れないよね。ハイライト部分がっつりやっても全然、なんか心細いな柏だけどいや大御所がありますけどね柏、はい、大御所があるねはい、全然大丈夫です。なので僕はあの 5% から 10% TOKIO の前処理に対してグリッターボンドを実際に対して 5%、 これで大概いけます。だバレイヤージュとかハイライトの履歴の方も僕かなり多いんで、まあ、例えば分かりやすいところでホワイトバレイヤージュなんかも全然対応できます。切れないんですよね。すごい。それはグリッターボンド本当ビビるぐらいやばいですよ。やばい、欲しいよね。ビビりますよ本当に。だって柏でも分かるよね。いや分かんないじゃないですか、そのプレックスの違いとか。ああそうですね、柏ですらコンビニした時に、おお、柏が言ってるんですか。柏質感がいいっすねみたいな、ちょっとなんか
グリッターボンドはすごいですね。そうすごいです、だから結構頼ってる感じかもしれないですね。それじゃなかったらできないんじゃないかっていう感じです。多分できないですね。ああなるほど、もうその処理材がありきの、とプレックスがないともう取るしかないかなって思ってます。なるほど。それか、まあ、前処理だけでで 4.5% 2倍とかで攻めるかなっていう感じですかね。なるほど、はいです。はい、次のご質問いかせてもらいます。薄いラベンダー系を作るときにシャンプーで流れてしまいます。濃いめに剪定してますか？良いレシピがあれば知りたいです。ラベンダー、パープル、ラベンダー、どちらの？パープル、ラベンダーですかね。濃いラベンダー、あ、いや、薄いラベンダーに仕上げたいけど、シャンプーで流れてしまうっていう内容です。ああ、なるほど。そうですね。でもラベンダーはね、僕もね、流れるなっていう感じがするんですよね。なるほど。なんかそれは多分ブリーチワーク的にやっぱダメージレベル均一化を図れてないとやっぱそうなってしまう、でもちゃんとブリーチを作れてれば全然流れないですね。だから他店とかの履歴だったりとか、まあ、ちょっと複雑化してると確かに流れやすいなっていうことはあるんですけど、そういう時は僕も普通にトナーします。トナーをします。同じカラー剤をトナーします。なるほど。そこでもう全然揃いますね。なんかピンクとかは大丈夫ですけど、ラベンダーあります？なんか鉄板の絶対流れないダメージレベル関係なく S668 ですね。ソフタッチの絶対流れない、絶対流れないっていうか、そうですね、うわ流れたなっていう感触はないのと、あとそもそも例えばホワイト系も僕668で作ることが多いですけど、なんていうんですか、発色しても流れるなっていうなんか境目がありますね。そのここまで3倍とかで、なんていうんですかね、結構ラベンダー系とか青み系であるあるなので、やっぱ分子量大きい分発色早いですよね。発色スピードが、そう、でも確かに668流れないね、はい、分子量が大きい分やっぱりその発色スピードバーンってくるんですけど、そこにビビって流すと、まあ、ホワイト系とかもそうなんですけど、結局ホワイト系設定してたらベージュになりますし、ラベンダー系設定してたらホワイトラベンダーみたいにこうなってしまうことが結構多いのかなと思うんで、まあアシスタントのこととか、まあ、やってる人にはもうビビらず時間を置く、その設定を信じて、クリア3倍だったらどんだけ反応してても自分が思っているクリア3倍で上がってくるですよね。それは何かって言ったら、やっぱタイムでコントロールしてる部分がかなり多いので、ラベンダー系とか、まあ、アッシュ系に関しては反応速度が速い分怖いんですけど時間を置くっていうのをまあ意識してますね。特にアッシュ系は早めに流してしまうと、その安定してない分かなりムラが起こりやすい、グレー、シルバー、あの辺は。なので割と寄ってでシャンプーしてちょうどいいっていうところまでの読みの設定をした方がいいのかなっていう。その流れる理由は多分シャンプーまでを考えられてないから、なんていうんですか、そういうふうにシャンプー台から上がってくると思うので、流れるんだったらそれよりも濃い設定でシャンプーしても自分が思ってる通りに上がるぐらいの剪定までなんか突き詰めればそんなに難しい内容ではないのかなっていう感じかもしれないですね。確かに6-68はそうだ。だから6-68でラベンダーをやってなかった。あ、本当ですか。うん。何でやるんですか。僕アディクシー使ってます。あ、アディクシー。そう。何？パープルガーネットとか、あ、アメジストは正直ちゃんとブリッジワーク、ダメージ均一化できてないと。ダメだと思います。色味は好きなんですよ僕。ダメた色味が好きなのと色落ちもめちゃくちゃいいっていうのは好きで、僕はなんだろう、でも別に流れてもトナーすればすぐなんで、すぐ入るよね。ちょっと声高くなった。すぐ入るんで、なんか別にそう流れたからといって別にあんまり僕は動じないですね。動じなくて、でその色はやりたかったんでやるみたいなっていう感じですね。はい、もともとその予定でやるって感じのでやってます。
でも確かに言われてみれば6の68流れないわ。668はもうバカいいですね。ああ確かに確かに、とても信頼できる金沢かもしれない。そうします、明日からそういう人は、ね、そうします。流れないよねあれは。なんか今までうわみたいな経験ないよね。どんだけハイダメージでもむしろ進めるぐらい、ラベンだけはもう進めます。失敗しないし、うん、嬉しいと思うから、うん、で色落ちもいいみたいな、うん、確かに確かに提案しやすいかなっていう感じです。あと意外とこうなんかインスタとかで DM もらうときにその薬剤選定が細かい人が多いイメージがあるのかなっていう。例えば僕の酒井さんは分からないですけど、僕だとその薬剤をあんまり混ぜるってことがないんですよね。クリアが基剤で次の薬剤は一つとかが多いのがほとんどの設定で、まあ今日も結局同じ薬剤を使って2つの薬剤で全部やってますけど、何ですかね、そのなんか意外と前なんか僕もこの何ですかね、殻を勉強してるこの成長段階の時って、まあうちのアシスタントとかもそうなんですけど、やっぱり最初ってこうみんな混ぜたがるというか3分の1、10分の1とか、まあ場合によっては必要な場合があるんですけど、なんか結構突き詰めていくとその薬剤が例えば単品で出せるのか1個の薬剤を薄めただけで出せるっていうパターンがもうこんだけ空剤あるんで結構あるイメージがあるんで、逆に言うと僕はもうそこをあの色出ししながらあの探してるパターンが多いっていうのと、その10分の1、20分の1ってなった時にそれでダメだった時にどこをいじったらいいかわからないっていうのって、分かった分かった、これ環境もあるかもしれない。環境、あの、これちょっといいですか多分もともと某店は某まあ某有名店、はい、某店舗は多分、はい、ほぼありましたよね、メーカー。そうですね、ほぼ全部あったかもしれない。多分大体のお店って決まってるんですよ。ああなるほど、そうか、そうなんですよ、それが取れないみたいな。ああそういうパターンが、うちはこれとこれとこれしか使ってなくて、取れないっていうパターンもですね、もう自腹切るしかない。これ結構リアルだと思うんですけ ど、 なるほど、僕もやっぱそういう場所で育ったんで、それを出すにはそれをどうやって混ぜたらそれになるのかってことを考えちゃうっていうのがやっぱあるのかなっていう。確かに、だから僕もだからでもだからだってうちにはそんなカラー剤ないけどみたいなって言えないじゃないですか、お客様には関係ない話なんで。ああだから多分混ぜ癖があるんだと思います、みんな。ああなるほど、うん、ないなら作ろうみたいな。だし多分単色だったり混色だったり今すごいいろいろあるんで、多分これを薄めればそれになるしとか、ベージュでもなんかもうバッチリベージュ持っていくこともできるけど、中には多分メーカーによっては混ぜないとベージュ作れない場所もある、うん、そんな判断に対してっていうのが、あ、ありがとうございますっていうのが、ちょっと外そうかこれ外そうか話ちょっと、はいはいあんまり言っちゃいけない。確かにそうっすね。そうそうそう、だから多分もともと多分最初の教わった店が混ぜてやるっていうのが普通だから、せざるを得ないみたいな感じになってるから、うん、多分僕も多少混ぜようとしちゃうかもしれない。でも僕も言ってること分かります、めっちゃフリーランス経験して自分で何でも取れるんだっていうのが分かってからは結構混ぜないことは多くなったし、もうこれこれこれみたいな、もう混ぜても2色とか致し方ない場合だけちょっと やる場合はありますけど、うん、多少はっていうのはね、僕もなんか講習いろいろやってて多分感じましたね。あ、まあ確かにありますね、はい、取れないっていうパターン多いですね。そう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 、それはうちのお店のカラー剤のどれこれだって、そうですよね、どれでできるんですかみたいな、やりたくてもやれないみたいな、うん、だからそういう人たちには何て言ったらいいんだろうっていう、多分単品色を徹底的に調べた方がいいのかなとは思いますね。そのもう逆に言うと僕らも全てを知ってるわけではない、まあ、やっぱない薬剤も
あるんですけど、やっぱ使うとか、その例えばそのお店の薬剤が一番自分が使いこなせる薬剤だと思うので、正直なんかこれにしか出せないっていうのって、なそれもなかなかないのかなとは思うんですよね。はい、でもその単品色をやっぱりすごく深くまで知らないから、なんていうんですかね、なんかなんとなくこういろんなのに手を出してしまうっていうんではなくて、まあ発注できないんだったら発注できないで、やっぱりそのところにある単品色を徹底的に調べて、こうないんだったら混ぜるとか。そうですね、そうですね。例えばそのなんだろう、多分ブリーチの見極めがまだできてない可能性があるというか、なんか16レベルだったらこういう発色になる、17レベルだったらこういう発色になる、でたまに来るブリーチさん、ブリーチたまに来るブリーチの方がいて、まあ、A を使ったとして、そしたら、まあ、17.5 ぐらいだとします。そしたらこんな風に出ちゃったってなって、でも意外と15とか16で使ったら自分の思ってる色だったりもするかもしれない。でもチャートだとなんかすごいビビッドなバーンっていうのしかないけど、なんかなんだろう、トーンによってはな、また例えばシアカラーみたいなのがちょっとベージュっぽい感じだったら、そこまで上げすぎると逆にやりづらかったりするのもあるじゃないですか、うん、アンダーこれぐらいでこの色は作れる、逆に行きすぎるとやりづらい、むしろ透明感出すぎちゃうというか、下げるものを入れなきゃいけないとか、でもそのアンダーに対してこれだけやったらこれだけ出たっていうので、そこで色素量は知れる、そのカラー剤のだから細かいかもしれないですけど、やっぱこれっても数だし、お客さんをいっぱいやらないとわからない部分もあるかもしれないですけど、まず簡単にすぐできるのはこのレベルアンダーに対して、まあよく来るお客様のアンダー2つ3つぐらいでもいいと思うんですけど、そこに対して単品色をいっぱいチャートを作ってみ自分でってやると、なんか見えてくるんじゃないかなっていう気はします。うん、そうですね、まあ環境とかもありますけどね、やっぱりどうしてもいきなり小声になって、はい、確かにみたいな感じ確かに、まあ恵まれてちゃっちゃ恵まれてます小声小声恵まれてたなってそうですね、まあそこはやっぱりマニアックでやっていくしかないですよね。そうですねって感じです。はい、はい、次いかせてください。すいません遅くなって、オイブリーチ料金は取りますか、いくらですか。でも取ります。オイブリーチしますか、そもそも。オイブリーチするときもあります。あ、塗ってあるところに塗る、剥がして取る。僕はあのバレイヤージュとかは基本オイブリなんで。あ、バレイヤージュハイライトはそうですよね。はい、とかオイブリなんで。でもあのオイブリできる範囲に関してはします。あ、例えばワンカラーとか、まあ、なんだろう、多分大関さんとって、まあ、基本的に高いじゃないですかレベルアンダー。で僕別に中明度で止めたい人もいるんですよね。でそれを流してからもう一回やるよりはもうワントーンっていうぐらいの時とかあるわけですよ。そのでも流してまでもう一回やってまた流すっていうことをすると逆に時間がかかるっていう場合があるんですね。毛先に関してとか、毛先だけ黒染めがちょっとあって気持ち 6% でパッて削りたいなっていう時があるんですよ。だけど上の方はちょうどいいみたいなってなると、ここは行っときたいで、むしろここでパッてやっちゃった方が早いみたいな場合があるので、そういう時ぐらいですかね。なるほど。かなり複雑化してたらちゃんと見たいんで、一回流してもう一回やるっていうのが一番ですけど、はい、明確にもうそこっていうのが分かる状態の時はオイブリ、他は基本オイブリはないです。料金は 1.5 回分ですかね。 1.5 回分、あ、じゃあ、2ブリーチまでいかない、あ、半分、でも範囲によりません、範囲によりますけど、まあ 1.5 回が多いかなっていう。でもちゃんと伝えます、うん、ああこのぐらいかかる、このかかりますけど、なんかまあこれでもできなくはないけど希望の色とはちょっと
思ったのは違うかと思うから、あのここに重ねてもいいですかみたいな、重ねてもいいですかって言うとなんだけどなんか、うん、そうすれば整って思った通りの色出るんでって言って、まあ最後パッて6パーパーってやって流す。でもそれだけで 1.5 回分なんで悪くはない、うん、仕事的にはっていう感じですかね。ワンブリーチはいかがですか、カットブリーチカラー。カットブリーチカラーで僕は2万、まあ、3万ぐらいですかね。3万ぐらい。プロパーでカットブリーチ、ワンブリーチですか、はいはい、プロパーでカットブリーチカラーで。プロパープロパー通常料金。ああプロパーっていうのプロパー料金通常料金で2万2000円とプラスロング料金とカット7000円です。あブリーチバッグだけで2万2000円。あブリーチカラーで2万2000円。じゃあそれのにロング料金とカットしたらカット、はい。でそこでデザインとかちょっと足されるんだったらまたプラス料金です。じゃあマックスいくらぐらいの時あるんですか。マックス6万とか6万柏君6万円だからリアルに5万とかあり、お客さん見てないよね大丈夫怖いよねちょっと。いや5万とかありますよ全然。 でも4万とかよく見るよね。4万8千とかもう全然、もうお客さんもうわーってよくないよくない、それはよくない。いやいやいや冗談ですけど、冗談ですけど、なんかなんだろう、気に入れば緩むってことです。ああ、そうです、ね、そういうことです。いやいやないですよ、そうです、カットしてください無理、もう無理、ライブです、もう無理なるほど、すごい、結構割と高いですね。でもそれだけのことをやってると思ってるし、逆に言えば、なんか、まあ、ここだけの話っていうか、まあ、広めたいんですけど、まあ、お客様にはこれ伝わるのどうかとは思うんですが、ハイトーンで売りにしてるサロンってやっぱ材料費高いし、何よりも多分考えることもかなり多いし、リスクもあるし、カットとかよりも、それでカットしてる人とかよりも売り上げが高く望みにくいじゃないですか、一人にかけるとか。カット料金はバンバン上がってるのに、上がってるじゃないですか、2万とか3万とか全然ザラに、なんかそんなにこう、まあいますよね、1万とか1万2000、1万5000ぐらいは。でも言うてしまえば5分10分で切るわけじゃないですか、それでも。でもなんかどう考えてもワンカラー1万5000円だとしても5分で終わらないですよね、うん、確かに眉からですよねなんかそういうことを考えると、なんか誰かがこうやっぱダブルカラーどんどんなんかこう市場価値っていうのを高めて、うん、みんながもっとどんもっとこう自信つけて上手くなっていって、なんか上から目線で言ってるわけじゃなくて、もっとこうすごいことをやってるんだぞっていうのが、多分市場価値が何かちょっとやっぱ、まあしょうがないと思うんですけど、どうしてもやっぱり価格競争になってしまう。でもそれはもしかしたらダブルカラー売りにしなくてもダブルカラーって絶対あって、やらないっていう選択肢は基本やってないところが多くて、でも自信ないけどやってる、で結局売りにしてないけど、まあうまくいかず終わるっていうのがあるから多分高くできない、うん、だからこれを もっとなんかこう技術を伝えてって、でもみんなのレベルがもう変な話、でも今アッシュブラにしてって言われても怖くないですよね、大体の美容師さんは、ブリージなしの。でもそれと同じぐらいじゃないけど、なんかそれぐらいのものを作れるような、まあ日本の美容師業界なったら、カラーする人がもっと増えて、おしゃれする人が増えて、もしかしたらそういうのがもしかしたら社会現象として、行き着く先は社会人もハイトーンができるっていう世の中が生まれたりする可能性もあると思うんですよ。確かに。
そうです。なんかそういうのはやっぱり美容師がやっぱ懸念を持ってるから、やっぱり失敗する可能性もあるから、痛むからやめた方がいいよとか、もっと自信持って押せるようになったら、本当はやりたくてもやれなかった人がやれるよ、なんかやってくれるってことで人口が増えて、もっとおしゃれの幅が増えてきてっていうのをちょっと考えてます、うん、なので高いかもしれないです結論ですよね、うん、ちょっと熱くなってしまったでもなんかその気持ちはすごい分かりますね、うん、別にハイトーンイコールおしゃれってわけじゃないんだけど、でもなんか手出したいけど手出せなくてとか、うん、結局手出してもいい色じゃなくて、結局なんかみんなにえって言われるような感じになっちゃって、でまた暗く染めてって、なんか変えたいですよね、うん、うん、そうですね、ちょっと待って温度ちょっと待って温度がいやでも本当、えちょっと今の引くよ今の話、いやいや引かない引かない、いやでもそう思います本当に、うん、まあ、なんかそうですよね、こういうセミナーもいっぱいありますし、なんか今回1万円ですけど、まあ5000円でも8000円でもなんかいろいろあるじゃないですか、まあ、その辺をなんかこうちゃんとしたいというか整えたいというか、なんかこの技術とかこういう本物の技術をなんかこうなんかなんていうんですかね、スタンスの問題だと思うんですけど、やっぱこういうスタンスでやってる人もいれば、なんかこう教えることだけに特化してる、まあ、美容師さんもいれば、まあ、いろんなこうスタンスが、まあ、あると思うんですけど、まあ、その辺でなんかこうなんか正直料金決めるのもこうピンキリっちゃピンキリじゃないですか、なんか、はい、なんかそういうのもなんかこうやっぱりこうやって見てくれてる人とか、まあ、自分がアウトプットするっていう時になんかどうなんだろうって思うのがこう一番こう自分がこう、まあ、懸念する部分というか、まあ、お客さんに対しても、まあ、これならさっきみたいにそのぐらい料金を取れるとか、なんかそういうのってすごい、まあ、大事だし、なんか業界的にそういうことがこう起こってくれば、なんかこういろんなものがこうなんかまあレベルが上がれば基準も上がって価格も上がる、価格が上がるというよりかは価格が決まってくるというか、こうやっぱりこう差が開いてきた方がやっぱ分かりやすくなるのかなと思うので、まあ、どうしても今だとこうまあ影響力とかまあそういうものでこうフォーカスされやすいんですけど、でもあくまで僕らはこう人を可愛くするために時間を使いたいし上手くなりたいっていうのが、まあ、美容師さんほとんど、まあ、その思いで美容師やってると思うんで、まあ、その辺こうなんかやっぱりどうしても何ですかね、なんか意味わからない方向にこう向かないようにというか、こう自分のそのなぜ美容師をやってるかっていうそもそものそのスタンスみたいなのは、まあ、かなり大事かなっていうふうには僕も思いますね。なんでまあ料金さっきなんか言ってくれたみたいにしてくれる人がいるとやっぱこうついていく人も出て、まあ、ついていくためには技術も上がってみたいなのがかなり、まあ、いいことなのかなって思います。なんか今回のコラボセミナーもやっぱりなんかすごいいろんなお話いただけるんですけど、やっぱりその、まあ、自分もなんか、まあ、生意気にというよりかはその自分にとってちゃんとなんかいい情報をアウトプットできる準備と、自分にとってもアウトプットとそうやって一緒にやることで、まあ、僕もすごい今日勉強になってるんで、そういうふうなインプットがあるっていうのはなんかやっぱり自分の中でもこうなんかこう譲れないポイントというか、まあ、自分が美容師として時間を使うときはちゃんと自分もレベルを上げていきたいなっていう思いがあるんで、まあ、こうやってなんか見てくれてる方もまあ1万円払って見てくれてると思うんで、まあ、そういうのってすごい大事ですよね。なんか知識をどんどんつけないとやっぱレベルは上がらないですし、なんかお金をこうビジネス的にやるっていうよりかはどうしてもやっぱり自分の時間を使ってこういうふうに勉強するのってまあ必然だと思うので、まあ、そういうのをこう僕らもやりますし、まあこう言ってなんか講師側でやらせてもらってますけど、やっぱ僕も一緒にやりたいってこうオファーさせてもらって一緒にやることで自分も勉強してっていう、なんかこういうなんか環境を自分でこう作り出すではないですけど、こう自分もちゃんとインプットできるような
あの何ていうんですかね、まあそういうのってすごい大事だなって思うので、まあ、見てくれてる方も、まあ、僕自身もかなりこう、まあ、勉強になってる部分かなり多いと思うので、まあ、みんながそういうなんか感じなら美容業界盛り上がるのかなって思います。温度上がってきたね、なんかね、なんだ、いや温度上がってきたなと思って、ちょっと上がってきてますよね、いやでもそれあすごい、なんか質問来てますが、これ答えて終わりにしましょうか、もう時間的に。あ、今何時ですか。あ、もうそうそうだった。あ、そうですね。じゃあもうちょっとだけ質問答えて。グリッターボンド、音カラーの時もダメージより使用、ダメージにより使用されますか。使用すぎますよね。グリッターボンド、音カラーの時も使いますよ。使います。使います。使いますね。ただ、正直あの、まあ、美容師さんしか見てないからあれなんですけど、グリッターボンドかなり数量が少ないんで、あのよっぽどの時ですね。でも文句ない感じだ。でもあのかなり質感は良くなります。いくらですか、あれ。単価で言うとどこに分類されますかね。単価っていうか、いくらだ。ちょっと俺材料班じゃない、分かんないんですけど、分かんないんですけどあの、まあ、これ言ってんのかなんですけど、タマリさんのファイバーガードさんと同じ価格です。あ、大体価格は結構低価格です。ああいいですね。で 5% から 10% で本当にかなり あの効果得れるんで、でもむしろ 5% でいいっすね。はい。え、 5% っていうのは、 5% ってどんぐらいだ。ん、1剤が 100g に対して 5g。 あ、 5g ですね、って感じですね、はい、だからあのちょっと作るとかがいうときにちょっとあと 10g とかいう感じだと、まあちょっと作りづらいですよね、うん、それでも結構ありません？うん、あります。ありますよ。いや、そういう時ちょっとフレックス混ぜらんねみたいな、そういう時どうしようって思うから、なるべくジャストか多めにして、そうですよね、あの早く使い切る。やっぱ時間長く使ってると結局もったいないんで、だったらこう最初から2カップ3カップとかにして、あの混ぜちゃんと数量が測れる感じにしてやってたりとか、時間かかる、例えば履歴に対してワンパネルずつなんかやんなきゃいけないとか、そういう時があった時ですけど、あんまないですけどね。大体はバッて塗っちゃうんで、まあワンカップでいけるかなって。はい、そうですね。そしたらあとはもうパッパいきますか。来年は、いやでも結構あれですね、来年値上げして頑張りますとか、そういう感じですね。質問じゃないです。あ、そんな感じですか。はい、そんな感じ。はい、じゃちょっと掛け合って終わりしましょう。掛け合うそうですね。まあさっきの話が、まあ結構伝えたいことというか、まあイメージしてる、まあ僕はいつも思うのが、こう美容師をやってて、ただ売り上げ上げて、ただいいデザイン作ってじゃなくて、やっぱ何かしらこう人にの心を動かす、だからそのお客様だけじゃなくて、目の前のお客様だけじゃなくて、もっとこう感性を揺さぶり合いたい、あの美容師として、あの僕は結構大滝さんと出会ってから意識するようになったりとかは、多分お互いちょっとしてた部分があるのかなと思ってて、でなんかこう、まあまあまた作るのはちょっと違ったりもするかもしれないですけど、なんかちょっとこう、なんかいいスパイスを与え、まあ他のところでもあると思うんですけど、まあ少なからずこの人からこういうところすごいなとか、まあそれぞれに対してあると思うんですけど、もっとそれだけじゃなく、もっとこうさっきも言ってた世の中をどう自分の中でこう、なんかなんだろう、この先に何があるのかとかを、なんかもっとイメージしてやったりすると美容師楽しいのかなっていう、これぶっ込んだ話ですけど、なんか集客いいですけど、なんかこうなんだろう、まあタブーなのかな、この話をすると。いや、なんか大丈夫だと思います。いいですかね。受けることばかり考えてやるってのも確かにビジネスとしてはいいですけど、やっぱり僕らやっぱ世界から見たら、なんだろう、
サラリーマンか OL かしているような感覚がちょっと僕は感じてまして、なんだろう、流行りのものの大量生産みたいな、それも素晴らしいとは思うんですけど、なんかそこに対しても自分の中でエッセンス、こうやまあただ厚め前髪切るとかただ薄め前髪切るとかじゃなくて、なんでそれがいいのかとか、なんでもうちょっとこうやったらもっと可愛いんじゃないかとか、シンプルっていいんですけど、受ける中でも自分の中でこうもっとこう考えて、仕事できる日々が続いたら美容師ってもっと楽しいのかなって思うし、後輩も見てて楽しいのかなっていうのは思いますけど、どうですか、うん、俺も喋って終わりじゃないかな。でも僕もそうかもしれないですね。うん、まあもともと僕はすごくこうなんかやっぱりどんだけ美容が好きかっていうところになるかもしれないですね。やっぱり、うん、やっぱそこに温度差はかなりあると思うんで、まあ自分がどんぐらい美容が好きでなんで美容やってるのかっていうところと、まあ下の子にそれを伝えていくっていうのが結構一番難しいところだと思うんで、まあその辺はこうなんか上に立ってるスタイリストもやっぱ技術を教える教える教えるだとやっぱどうしても、まあ今だと SNS 発達してるんで、まあ周り見るのは当たり前だと思うんですよね、下の子たちが。でもその中でも、まあ、どうやって自分のなんか背中見せてなんかついてきてもらうかってなると、やっぱ自分もステップアップしなきゃいけないし、なんか今ある環境で技術を共有していくっていうよりかは、なんか自分も新しくいろんなこう何ですかね、こういう例えばセミナーをやる仕事をこうもらえるようになるまで頑張るとか、まあ意外とこうスタイリストが頑張った方がいいのかなって思うことが、まあ結構あるんで、まあ僕らもそうもちろん頑張りますけど、まあやっぱり後輩を育てるったりとか、まあその業界を良くしていくってことを考えると、やっぱみんながみんなやっぱ今髪切ってる人たちがステップアップしていろんなもんいろんなことにチャレンジして、なんか今ある環境で教えるっていうよりかは新しく掴み取ったところにこうやってなんかついてきてもらうっていうのって、やっぱいろんな共有につながると思うんで、まあそういうスタンスでこう僕ら側というかアシスタントではなくてスタイリスト側はまあやった方がまあいいのかなっていうふうには思うので、まあみんなで頑張りましょうって感じ。そう、みんなファイトですね。はい、はい、結局、はい、それしかないんですね。ですし、なんかこうこうやってなんかセミナーさせていただいてますけど、まだまだ自分も頑張んなきゃいけないこといっぱいあるなって思うし、なんかそれは終わらないなって思うんで、そういう気持ちじゃないですかね。でどん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 こう、うん、どうせならめちゃくちゃ本気でやってみようっていう感じでお互い頑張っていきましょう。ヘアキャンプ。まあそんな感じですかね。はい。